批判も、走行距離課税が話題に。今、世の中で、走行距離課税という言葉が一人歩きしている印象がある。車で走った距離に応じて税金がかかるという発想だ。2022年10月下旬から11月上旬にかけて、ネットやテレビの報道番組などで、走行距離課税が大きな話題になった。 筆者のもとにも各方面から走行距離課税に関する問い合わせが来るため、報道関係者や一般ユーザーと意見交換しているのだが、そうした中で感じることがある。それは走行距離課税に関するある種の勘違いだ。意見交換の中で走行距離課税という発想の背景について話を進めていくと、 話し相手が、なるほど、なんとかく分かった気がする。という展開になることが少なくない。そこで、本校でも、走行距離課税という発想について、試験を交えて深掘りしてみたいと思う。まずは、いつから走行距離課税という言葉が一気に広まったのか。きっかけは、 2022年10月20日の参議院予算委員会での鈴木俊一財務大臣が委員からの質問に答える形での発言だったその内容を筆者なりにまとめると道路インフラの修繕などを主体とした財源が不足している中自動車については EV の場合は燃料に関する課税がされておらず 車の重量も重いため道路に与える影響が大きいという考えを示したのだ。その上でまだ検討段階に過ぎない。与党での税制改正の議論も踏まえて、走行距離に応じた課税について一つの考え方という表現をしたのだ。なんとも政治家らしい答弁だが、これをメディアが走行距離課税と銘打って、 近年中の実施がほぼ確定したような報道につながっていったと言えるだろう。さらに、10月26日に学識関係者や行政機関関係者などで、委員が構成される政府税制調査会では、財務省から提示された資料をもとに、走行距離に応じた課税に対する審議が行われた。 期間限定で一般公開された審議全体の模様を映した動画を見る限り、走行距離に応じた課税について、今後様々な方面からの声を反映させることを前提として、基本的に実施に対して反対する強い意見は出てこなかった。そのため、ネットやテレビでは走行距離課税の実施の可能性がかなり高まったと捉えて、 そうした報道になっていったようだ。ここで整理すべきポイントは大きく二つある。一つは走行距離課税に関する議論は、表面上は EV、電気自動車、差に関することのように見えること。もう一つは、すべての種類の車に対する、包括的な税制改正という面を持つことだ。 この二つのポイントがごっちゃになって見られているような印象がある。では、順に見ていこう .ev 優遇の付けを回収するため鈴木大臣の発言は、EV の走行距離、課税という発想の可能性を示したものだ。ここで各種報道や SNS で論点となっているのが、EV は重量がガソリン車などよりも重いと決めるような印象を持つ点だろう。 今後、技術が進めば当然 EV に搭載される蓄電池は、小型軽量になってもエネルギー密度が高い技術が確立されることで、EV の重量はガソリン車並みになることが十分想定できる。それにもかかわらず、現時点での EV 技術をベースに、中長期的な税制改正を考えているように見えてしまっていることに対して、 ユーザーから疑問の声が上がっているのだと思う。また、EV はガソリン車やハイブリッド車のように給油しないので、燃料関連の税金を払っていない。それにもかかわらず重量が重いから、道路へのダメージが多いのだから EV 特有の走行距離課税を考える。といった発想の流れに対しても、 バータリ的なイメージを持つ人が少なくないのだと思う。次にポイント二つ目のすべての車に対する包括的な税制改正についてだ。これは鈴木財務大臣が指摘した与党での税制改正の議論に直結する。2022令和4年度与党税制改正大綱では、次のエコカー減税などの期限到来時に、 車体課税の抜本的な見直しを前提に一定の猶予期間を設けるとある。この期限とは2023令和5年4月30日を指す。移動を課税論議の中心に。現時点で車体課税とは環境性の割、旧自動車取得税に相当。自動車重量税。 自動車税、規定自動車税の大きく3つを指す。諸外国と比べて日本は車体課税が高くユーザーにとって、負担になっているため是正が必要だと、日本自動車工業会や日本自動車連盟ではこれまで国に対して提言してきた。また、国は2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略において、 2035年までに新車100%電動化という達成目標を掲げている。さらに、ケース、コネクテッド自動運転シェアリングなど新しいサービス電動化による。100年に一度の自動車産業大変革の真っただ中にいる。そうした中で、車体課税の抜本的な改正に向けて、国が動き出す中で、 走行距離に応じた課税という発想だけが切り取られて、その是非について賛否両論が出ている印象がある。つまり、所有から共有という時代の大波を踏まえると、走行距離課税の発想は決して EV に限ったことではないはずだ。論点は、これからの日本で社会の中で移動をどう捉えるのかということだと思う。日本では今後、 高齢化がさらに進み、また産業構造も変わっていく中で、移動に対する税について様々な立場の人の生活や事業を十分に考えた。国として思い切った税に対する施策が必要なのではないだろうか。